お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画2回目でございます。それではね、早速開封していきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずはね、あ、まずやった。2回目の、1袋目でございます。楽天イーグルスの小深田博と内野手でございます。選手会長ですね、ソフトバンクホークスの周東右京、内野手でございます。2パック目でございます。選手会長ですね、これね、中日ドラゴンズの、柳裕也投手でございます。で、横浜 GNA の宮崎敏郎内野手でございます。3袋目でございます。中日ドラゴンズの岡林勇希外野手でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。4袋目でございます。読売ジャイアンツの山崎伊織投手でございます。阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。5袋目でございます。読売ジャイアンツの岡本和真内野手のキラでございます。で、ソフトバンクホークスのこちらはアダム・ウォーカー内野手でございます。かつてね、巨人にも在籍しておりました。6袋目でございます。埼玉西武ライオンズの甲斐野博投手でございます。確かね、西武からソフトバンクに移籍した選手がいて、その人的保障でこの甲斐野投手をね、獲得いたしました。ソフトバンクホークスの中村晃外野手でございます。7袋目でございます。ヤクルトスワローズの田口和人投手でございます。オリックスバファローズの頓宮裕真捕手でございます。8袋目でございます。埼玉西武ライオンズの選手会長、殿崎修太内野手でございます。で、横浜 DeNA ベイターズの選手会長大貫慎一投手でございます。9袋目でございます。ソフトバンクホークスの辰巳洋介外野手でございます。
ソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。で最後の10袋目でございます。でこちらは日米通算2706安打を放ち歴代単独5位になったヤクルト青木選手のカードでございます。で最後は広島カープの選手会長堂林翔太内野手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画2回目終わりたいと思います。今回はレアカード1枚という結果で、レアカードのキラカード1枚という結果でございました。で明日もございます。明日はですね BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョンを、前編後編に分けてやっていきたいと思いますので、どうぞねよかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。